はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。韓国政府が東日本大震災被害10周期を迎え、お見舞いのメッセージを送った中、日本政府側で福島産食品の規制の遺憾の立場を表明した。日本側のこのような発言は悪化の意図をたどっている日韓関係を示しているという評価が出てくる。今月10日、チョン・ウィヨン外交部長官は東日本大震災10周期を迎え、茂木外相へお見舞いのメッセージを送った。カン・チャンイル駐日韓国大使も11日、日本国民にビデオメッセージを送り、東日本大震災で犠牲になったすべての方々と遺族の方々に、哀悼の意を捧げるとともに、復旧のために力を尽くしてくださった日本政府と、東北地方の住民の皆さんに深く敬意を表すると述べた。これらとともに、これらの困難を克服した隣国として未来志向の発展のために努力しようと述べ、関係改善の話を切り出した。これは最近ムンジェイン政府が明らかにした前向きな日韓関係改善の意思表明の延長線上で出てきた発言だ。未だ日本政府は沈黙状況である。日本政府は韓国最高裁判所の徴用工問題と慰安婦関連の賠償判決において、韓国政府が具体的な解決策を提示しなければならないという立場を重ねて強調している。このため韓国側の提案があるまで、日本政府が日韓首脳級対話を意図的に先送りしているという報道も出た。8日読売新聞は、韓国政府が慰安婦と徴用工問題の解決策を用意するまで、日本政府は韓駐日韓国大使と会わないと報道した。これだけでなく、チョン・ウィヨン外交部長官就任後1ヶ月が経ったが、日韓外相の通話は行われていない。このような状況の中、日本当局の間で韓国政府の福島産食品の規制の遺憾表明が出た。まず4日、平沢復興大臣は、今福島県を含め日本の一部の地域で取れた農水産物の輸入停止、制限措置を続けている国家、地域があるのは遺憾とし、韓国の輸出規制は偏見に起因したものと主張した。11日、茂木外相も談話を発表し、地震から10年が過ぎても日本食品の輸入規制をする国家や地域があることは非常に残念に思っていると述べた。相星在韓日本大使も、日本産食品について世界的に厳しい基準を導入し、徹底した食品検査を実施しており、安全性が証明された食品に限って流通しているとし、残念ながら韓国では輸入規制が続いているとした。このような報道があります。で、日本としてはですね、まずどの国であれ、お見舞いのメッセージというものに対しましては、真摯に頂戴させていただいております。そうしたことに加えまして、日本は復興に合わせて福島原発の問題などに対しましても、IAEA と完全に歩調を合わせ、国際的なコンセンサスを得た上で福島原発などの問題にも対処しております。で、この東日本の復興ということと合わせまして、この福島原発ということに関しましては、日本政府はですね、処理水放出に関する透明な情報公開努力を表明しておりまして、在京外交団のための説明会を100回以上開いたほかですね、 IAEA 調査団の訪問も4回受け入れました。で、 IAEA はですね、2020年2月27日のニュースですが、 IAEA 事務局長、福島第一原発処理水の海洋放出に支援表明。国際原子力機関 IAEA のラファエル・グロッシ事務局長は、2020年2月27日までに東京電力福島第一原子力発電所から出た放射性物質を含む処理水を海洋など環境中に放出することについて、IAEA として支援する意向を示した。中略しまして、グロッシー氏は都内で記者会見を開き、海洋放出、水蒸気放出ともに適切だろうとの考えを示した。中略しまして、また放出方法についても国際的な慣行と一致していると述べ、他の場所でも海への放出は行われていて、目新しいことではなく不祥事でもないと強調した。このような報道がありました。こうした状況の中、韓国側からはですね、2020年10月21日の報道ですが、日本政府が福島原発処理水処理案を決める中で、福島処理水海洋放流を強行する場合、日本産水産物の輸入を全面中止すべきだという意見が提起された。キム副議長はこれについて、福島処理水の海洋放流は日本海流付近の汚染を招きかねないとし、現在福島県一帯の水産物輸入措置を日本全域に拡大する必要があると明らかにした。まあ、このような報道が昨年10月ありました。しかし、こうした韓国の姿勢は日本をはじめ国際的な理解を得られるものではありませんでした。2020年10月26日の KBS ですが、福島の処理水処分、政府次元公式反対は韓国だけ。政府は日本の福島の処理水放流処分の可能性と関連して、
国際社会と協調して対応していくと発表したが、政府次元で反対の立場を表明した国は韓国だけであることが分かった。26日国会の外交統一委員会所属で国民の党のイ・テギュ議員が外交部から受け取った資料によると、外交部は福島原発処理水処分計画について政府次元の反対声明など公式立場を発表した事例は韓国以外にないものと把握した。福島処理水放流の可能性の懸念を韓国ほど積極的に公開表明した国が事実上ないことを意味するものと解釈される。中略しまして、中国も福島の処理水排出に強く反対する立場でないことが分かった。こうした福島処理水をめぐる韓国側の主張は IAEA の見解とは乖離があるように見えます。またこの問題について IAEA や国際社会と歩調を合わせている日本としては受け入れられるものではありません。そして食品ということに関しましては、福島県は厳正な検査ということを実施しております。福島復興ステーションからですが、食品の検査体制ということですが、福島県では生産段階、産地生産者、流通段階、消費段階において放射性物質の検査を行い、安全性が確認された食品のみを出荷しています。農林水産物のモニタリングの実施、産地での検査、加工食品の検査、流通する食品の検査、学校給食の検査、日常食の検査、県内7ホームの一般世帯における食事 1kg あたりの放射性物質を検査しています。家庭で育てた野菜などの検査、そして検査結果を公表、安全安心、このようなシステムを取っております。ですので韓国の政界においてはですね、 IAEA の福島第一原発処理水の海洋放出に支援表明といったことですとか、福島県が厳正な食品の検査をしている、こういった現状などをですね、真摯に受け止め、この問題に冷静に対応することが求められていると思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特定の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。